どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆこれです。今回なんですけども、こちらめちゃめちゃ久しぶりにパズドラに新ダンジョンが実装されますということで、今日はですね、新ダンジョン極限降臨ラッシュ、強力降臨ラッシュ新フロア登場について話していこうと思います。今回極限降臨ラッシュに新フロア百花ローラン5が登場、また期間限定で称号百花が挑戦できるスペシャルダンジョンも開催されます。はい、テクダンにね、極限降臨ラッシュ新フロア百花ローラン5が登場いたしまして、ダンジョンでは発信機ラグナロクドラゴン ELF や、ヘラ、ルナやゴルゲイオスなどのモンスターがランダムに登場。クリアすると登場したモンスターの奇跡などが一部でドロップします。今回誰が落ちるんだろうね。百花ローラン4でさ、エリスドラゴンとかああいう系落ちたじゃん。5の奇跡誰なんですかね。はい、でマルチプレイ協力降臨ラッシュにも新フラー登場で、3枚にも百花ローラン5が追加されますと。で新フラー追加に伴い協力降臨ラッシュは10月16日の16時から18時までは停止されます。はい、っていう感じですね。ただまあ18時から登場と。そして期間限定スペシャルダンジョン百花チャレンジも登場です。期間中1人モード限定のスペシャルダンジョン百花チャレンジが制限時間30分で登場。テクニカルダンジョンの極限降臨ラッシュ百花ローラン5がタイムアタック形式となっております。これもそんな難くはないとは思います。5回戦のダンジョンなんで。ただスペシャルダンジョン百花ローランチャレンジが登場いたします。という感じの新ダンジョンがね、百花ローラン5になっております。はい、ちなみに称号ってこれ変わるんですかね。百花ローラン4と百花ローラン4の称号ってめっちゃかっこよかったと思うんだけど、あ、百花ローラン4の称号が両ランだったんだよ、百花ローラン4がね。で今回の5は百花だから4と5で称号違うんですね。なるほど、めっちゃいいね。ぜひともですね、百花ローラン5の称号も取りに行きたいですね。はい、という感じが1人モード限定のスペダン百花ローラン5になっております。で、まあ、これも大事なんですけども、実はもっと大事なのがこちら、ご覧ください。で百花ローラン5に登場するモンスターが調整入ります。はい、で、これがね、来週月曜日から調整入るんですけど、百花ローラン5に登場するキャラ全部強化しちゃうよみたいな感じでね、強化入るんで見ていこうと思います。はい、行きましょう。まずはバルキリーシェールからです。バインドスキビオン封印、回復ドルキョウ3つ、10強プラスに無効貫通持ってくれています。スキルは1ターンの間ダメージを激減指が2倍、6解除し回避コーヒーに変化が6ターンスキルです。まあ、相変わらず激減指延長スキルで無難に強いですね。リーダースキルは火の2コンボ以上でダメージを激減、攻撃力が26倍、3コンボ加算火の回復4倍です。いいっすね、シャナと合わせられそう。結構強くない？ワンチャンシャナ相方いけるまであるけどこれっていう感じですね。はい、まあ、回復努力を6個になったおかげで回復サポートとしても使えますし、10強つけて10強プラスで軽く出したりとか、あとはまあ回復努力で回復持ったりとかね、いろんな使い道できそうで、なんかバルキリーシエル昔の現役まではいかなくても結構強くなってますね。まあ、スキルは単数変わってないのか。あ、でもまあ普通にね、10強プラスつけれるところとか、あと回復漏れるところとか非常に面白くなったかなと思います。これが火のバルキリーシエルです。で、続きまして木のアテナノンですね、見ていきましょう。こちらも強化入ります。こんな感じですね。はい、バインドスキベプラス封印、10強2つ、2ウェイ8個持ちです。火力やべえマジで。というわけでスキベプラス、2ウェイプラス、王者のプラス持ちで、火力やばいなマジで。スキルは1ターンの間チーム内の2体攻撃の確実に応じて攻撃力が上昇、6解除し回復以外から火を4個ずつ生成が3ターンスキルって感じになっております。はい、なるほどね。でもまあこのエンハンス生成いいですね普通に。まあ3ターンとはいえども、まあリーダースキルは木の攻撃力が5倍、火の HP が 2.2 倍、木と火の同時攻撃、木と火の同時攻撃でダメージを半減、攻撃力4倍、5コンボ加算です。まあリーダーには難しいかな。まあ、サブでね、10強2つ、2ウェイ10個の火力枠でとか、あとエンハンス要因で使えるところは偉いですね。火、木、4個ずつ生成あるのも強そう。で続きましてゼウスギガです。わ、覚醒めっちゃ短くなった。覚醒バインドスキブプラス封印、7強6個、無効管に闇コンボ強化持っていて、超覚醒冬持ってくれています。まあいいっすね、7強6個冬で使えて無効管もあって悪くはない。スキルは3ターンダメージ無効貫通し3コンボ加算、6解除、最上段横1列闇に変化が10ターンスキルです。てか闇ゼウスギガって3ターン無効貫通じゃなかったんですね。2ターンやったんですね。キラ確か3ターンだよね。これ3ターンだったんだ、2ターンだったんだ元々は。リーダースキルは HP50 倍除撃、闇6攻撃28倍固定しちゃう。まあいいですね。こう、スキルが3ターン無効貫3コンボ化するので面白そうなんだけど、まあ、自身が無効貫スキル持ってるんでなんかちょっとそこはモヤモヤしますが、一応まあ冬ついてるところは偉いかなって感じです。まあまあまあ一応強化もらえるよぐらいの感じかな。で光ヘラルナです。覚醒バイトスキブ4、枝豆超つなげし、無効貫4つ持ちです。はい、あ、スキブが2個増えたんですね。なるほど。スキルは 15% グラビティに最下段横1列を光変化、2ターン 80% 軽減が14ターンスキルです。
リーダースキルは光の HP が 4.4 倍、指5秒延長、光の攻撃攻撃24倍、4コンボ加算です。はい、三坂美琴相方いけるくね、これ。え、これいけるくね、普通に小学生冬持ってます。あれ本当にいけるくね、なんかふざけて言ったけど強そうだけど普通に。で、闇アトナです。こんな感じです。はい、バインドスキブプラスエスキブ4つ、封印お邪魔プラス雲10強プラス通例4つです。小学生は悪魔神体力10強って感じですね。はい、まあ、火力は低めで、まあ、スキルは進化スキルは変わらず3ターンチェーンスキル進化で、その後1ターン回復と闇と自分の攻撃が3倍、6解除闇心生成が3倍になりました。 1.5 倍から3倍になってますね。リーダースキルは闇の HP3 倍、7コンボ軽減、攻撃30倍、闇の4攻撃1個につき1コンボ加算です。まあ無課金キャラですからね。一応水アトナです。バインドスキル4封印毒プラス10強2つ LG4 つ持ちです。進化スキルに関してはこんな感じ。進化後が回復水自分の攻撃3倍、6解除水子生成が3ターンになっております。はい、リーダースキルはHP3倍、7コンボ激減、攻撃30倍、水こげし1個につき2コンボ加算って感じになっております。はい、まあ、一応強化もらえたよぐらいの感じですかね。まあまあいいでしょう。ここもアトナヘリオスです。スキブ4封印2つ暗い目プラス無効感6個超つなげし持ちです。普通に強いな。キラー強化入りません。はい、で、リーダースキルは火の HP が3倍、7コンボ以上ダメージ軽減、攻撃力にして8倍、火の9こげし1個につき3コンボ加算って感じになってます。無効感6個ドラゴンキラーって火力普通に高いですね。これが火アトナです。はい、で続きましてこちらネプチューンドラゴンです。スキブプラス枝豆超つなげし7強4つ無効感3つに、水列強化3つって感じになってます。はい、で進化スキルに関しては進化後が1ターン指自分の水の攻撃が3倍、6回と最上段を超えていると水生成が3ターンになってます。リーダースキルはリアリティ35以下の場合攻撃45倍、水6攻撃しダメージ激減、3コンボ加算って感じになっております。はい、まあ一応強化もらえるぐらいですかね。これもお手ドラ懐かしい。バインドスキブ封印指2つ、回復 LG 追い打ち10強プラス LG プラス持ってます。リーダースキルはリアリティ35以下の場合全パラ 2.8 倍、機械駆動したメッシュ軽減、攻撃15倍、3コンボ加算です。まあ、LG プラス持ってくれているんでアシスト無効回復要因で使えたりとか、回復 LG あるんでスキブ要因で使えたりはしますね。はい、ぐらいかな。そうですね、つくよみドラゴンです。こちらも強化もらってスキブプラス封印指2つ、10強2つ、10G プラス LG プラス冬持ちです。まあまあまあ火力は出せますね。進化スキルは闇回復6個生成6解除で1ターンサブと自分の攻撃2倍が3ターンスキルです。はい、でリーダースキルはチームのソイラリティ35の場合 HP と攻撃が4倍、闇2コンボで攻撃力が11倍、4コンボが3って感じになってます。これが月読みドラゴンって感じですね。はい、でラードラです。はい、バインドスキブプラス封印指2つガードブレ、5色攻撃4つに50倍以上強化持ってます。はい、テンパラ4倍に攻撃12倍にコンボ加算で、小学生はスキブ10プラスクレーンプラス持ってくれてます。はい、進化スキルは1ターン落ち込むなし、 HP30% 回復、全ドロップ6を解除し火水キー光闇回復に変化が3ターンです。これは無難に強いですね。 30% 回復6解除生成もあってやっと強いキャラ来たなって感じです。あ、闇ラーダラです。バインドスキブ封印指2つガードブレに、5色攻撃4つに50倍化強化持ってます。リーダースキルは闇、全パラ2倍半減に攻撃22倍固定1ダメージです。まあ、5色攻撃4つに7強プラスとかで軽く出したりとか、神キラーもあったりとか、スキブ4つ持ちにもできますし、まあ、非常にこれもね生成としては良くなりましたね。生成キャラの割に軽くも出せてとても偉くなりました。はい、続きましてラグドラ EL です。バインドスキブスキルチャージ指2つ、毒プラスガドブレ、そして4色攻撃強化、4つ持ちです。はい、で、冬つきました。小学生いいですね。だから4色攻撃4つに冬で軽く出せるようになりました。変化スキルは変わってませんが、まあ、普通に4色4つに冬持ちなんで火力は出せますね。リーダースキルは HP2 倍、攻撃回復3倍、4色同時ダメージ半減、攻撃12倍、3コンボ加算です。はい、スカーハです。懐かしい。チーム HP3 つ封印指無効感プラス7強プラス LG プラスバインド持ちになってます。スキルは3ターンダブル吸収無効って感じですね。はい、まあ、どうせリーダースキル弱いんでいいでしょう。リュウマオです。2ウェイ6個、7強6個、神キラー3つになってます。はい、でスキル6解除、左足火、右足水、指2倍が、3秒ってか3ターンって感じになってます。やばいな。もう、まあ、一応火力は出せるようになりましたね。まあまあでもそんな使わないでしょ実際。でジュロンドです。回復キラー、マシンキラー、エビ3つ指、無効感プラス10強2つ、お邪魔プラス持ちです。は懐かしいね。ジュロンドシステム6解除、キー光回復、三色陣変化、1ターンヘイスト、キドロ強化の7ターンでループするんでね。まあ、ただまあ使わないですね、もう正直。ホッポです。お前ホッポっていうの？ポッポじゃないの？知らんかった。指回復エレジ2つ、無効感プラス冬、
そしてバランス攻撃体力回復キラーを持ってます。スキルはケスナイドロップ状態を全回復6解除し、再下段水生成が3ターンって感じになってます。はい、でしたらスキブ指2つ10強プラス封印追い打ちクライムプラス回復エルジエルジプラス持ちです。はい、まあ、一応覚醒が強化されてね、10強プラスになりました。イレーヌ封印2つバインド指2つがドブレ5色攻撃プラス10強プラスエルジプラスになって火力は増えましたぐらい。アポピス懐かしい 50% 減少を6解除し、最上段1列闇に変化が2ターンです。6解除がついたんですね。なるほど、熱いなアポピスも。リューンサイ、小学生等は変わらずスキルが7ターンスキルになりました。1ターン減ったのか。リーダースキルは HP 2.3 倍半減攻撃40倍3コンボ差になってます。はい、エガロマンバインドガドブレ4色2つ7強2つ2ウェイ6個持ちです。はい、ケスナイ覚醒無効5ターン回復に6解除6色陣が3ターンで打てるって感じですね。はい、ラタトスクです。実況3つすべ4つで火力出せるようになっておりますぐらいの感じでした。はい、まあという感じがね今回のフェス限強化でした。まあ、100キャローラン後の実装がメインではあるんですが、まずシールとか普通に強いですね。てか序盤がもうメインだった。正直シールめっちゃ強くなったからかなり使えそうで良き。これシールサブとしては相当強いと思います。ノーはまあそんなかな。別にギガもまあ別にそんなだと思います。でヘラルナがねあの三坂美琴と合わせたりしたらかなり面白そうな感じはしたって感じですかね。はい、まあ、あとは、ラードラゴンですかね、がかなり強いと思うのでぜひチェックしておいてくださいという感じになっております。はい、まあ、ということで今回ですね100カロランゴとフェス限強化について話す動画でした。チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。